奥田病院は十勝では唯一日本脳ドック学会の認定施設で年間2500件の脳ドックを実施しています。この動画では脳ドックの流れや検査内容について紹介しますので、最後まで見ていただけると脳ドックの重要性をよりご理解いただけると思います。脳ドックを受診するにあたり注意事項がございます。ご確認ください。脳ドックは午前8時30分午後12時15分受付の2部制となっており、検査開始から終了まで約2時間半を予定しております。来院されましたら、事前に送付している問診票・同意書を受付へご提出ください。受付後は検査着に着替えていただき、その後尿検査がございます。次に血液検査です。個室にて採血・問診・身体計測などを行います。血液検査は28項目、尿検査は5項目と充実した内容となっています。動脈硬化は血管の慢性炎症であることが分かっております。炎症を細かく見ることのできる高感度 CRP は脳ドック学会でも測定が推奨されてきており、当院では2009年から全国に先駆けて導入し、より正確な動脈硬化診断に役立てています。次は認知機能検査を行います。認知機能検査はアルツハイマー病や軽度認知機能低下などのスクリーニング検査として脳ドック学会でも必須項目となっています。当院は公認心理師が多く在籍しており、より専門的な認知機能検査を提供しております。60歳未満の方は MSP 物忘れ相談プログラムというタッチパネルを使用した認知機能検査を公認心理師立ち会いのもと実施します。若年性認知症の多くを占めるアルツハイマー型認知症の早期発見に努めています。60歳以上の方は MSP よりも詳細に認知機能を評価することができる MMSE と SESD という抑うつ傾向を評価する質問紙を公認心理師が行います。MMSE は国際的に用いられ、短時間で簡単に認知機能を評価することができます。また抑うつ気分が認知機能低下に影響することが指摘されているので、認知機能の評価に合わせて抑うつ傾向も評価し、総合的に判断します。現在認知症は早期治療によって進行を遅らせることが可能となっているので、早めに気づいて治療を行うことが重要です。生理検査室へ移動し検査を行います。眼底検査は眼底カメラで目の奥の眼底部を撮影します。人の体の中で唯一血管を直接観察できる場所で、動脈硬化や高血圧などの状態を調べることができます。頸動脈エコー検査は首のところにある頸動脈という血管を超音波で観察します。この検査では頸動脈自体が動脈硬化で細くなっていないか、脳梗塞の原因となるプラークがないかなどを調べます。心電図検査は脳梗塞の原因となる心房細動などの不整脈がないか、高血圧などにより心臓の筋肉が厚くなっていないかなどを知ることができます。60歳以上の方には追加で ABI-PWV 検査を行います。これは腕と足首の血圧の比や脈波の伝わる速さを計測することで、血管の詰まりや弾力性の程度を調べます。血管年齢もわかる検査です。 MRI 室に移動し MRI、MRA 検査を受けていただきます。 MRI は磁石と電波を使うので放射線被曝の心配がありません。無症状の小さな脳梗塞や出血、また脳腫瘍などを見つけることができます。 MRA というのは MR 装置に使用した血管撮影ですが、造影剤を使わずに脳血管の動脈硬化、くも膜下出血の原因になる動脈瘤、脳梗塞の原因になる動脈狭窄等の早期発見に役立ちます。当日説明できる結果が揃いましたら、順次保健師・医師からの結果説明をいたします。実際に MR で撮影した脳の画像をモニターに映し出しながら、脳神経の専門医が詳しく説明いたします。結果表につきましては約4週間程度でご自宅へ発送いたします。
脳卒中は将来寝たきりになる可能性を秘めた非常に怖い病気です。そういった脳卒中を予防するためには普段からいろいろな生活習慣に気を使う必要があります。今回の脳ドック受診が皆さんのそうした生活習慣改善に役立つことを期待しております。